るところにの終わりに。いつ私どもに愛が加わり注がれてくるだろうか。私は長い間この想念によって苦しいさまざまな日夜を過ごした。死は牛尾のように私を押したり、なぜ死を書かないでいられないかということに私は激越して考えたりしていた。ある夜は暗い巷に立って盛り上がる明かりの海に圧せられたり、先鋭な冬の午前の町を行って、いかに民衆がその日の務めに忠実でありよく励んでいるかを知ったりして、私はただ書いて書き通すことを考え仕事にした。それをみんなが読んでくれればいい。救われるものは救われるし、楽しめるものは楽しめると思ったからだ。そして間もなく我々は愛あるところに豊かな呼吸を続けるであろう。